こんにちは。アウトドアファミリーでーす。はい、本日はですね、キャンプや車中泊、そして万が一の時にでも役に立つアイテムを入手しましたので、ご紹介したいと思います。入手したアイテムはこちら、10万500ミリアンペアアワーのポータブルバッテリーでーす。はい、ということで今回はですね、超大容量のポータブルバッテリー入手いたしましたので、ご紹介します。前回ですね、これと同じタイプの5000ミリアンペアアワーのポータブルバッテリーをですね、一回ご紹介したことあるんですけれども、なんと今回はそれの倍の容量のバッテリーになります。それでは早速開封していきます。よっ結構タイトよいしょ。それではね、まず本体の方から紹介していきたいと思います。こちらですね、本体になります。これぐらいの大きさになりますね。はい、そして、まずここを押すとですね、電源ボタンを押すと、もう今ついちゃってるんですけど、100という数字があります。これがですね、バッテリーの残量ですね。今 100% になります。そして、こちら側にですね、よいしょ、こちら側に USB ポートが4つついています。あとこちら側ですね、あとこちら側がこんな感じで、これライトですね。これ普通に1回押すと普通にライトで光ります。非常に明るいですね。そしてこれ長押しをするとですね、こう SOS 機能って言いまして、こうパカ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 、こう点滅の状態になります。でもう一回長押しするとオフになると。充電器がこちらになりますね。これは家庭用の 100V から取る充電器、こんな感じです。で、この充電器の 100V のやつも、コンセントに差し込むのが3つついてまして、これとこれとこれですね。この2つが海外用になります。で、これが日本の 100V のコンセントに差すやつですね。これをここにこういう形で挿していただいて、で 100V のコンセントに挿していただいて、本体の方のここにカチッと挿していただくと、これで充電という形になります。で、もう一つの方法はこの車の AC アダプターですね、シグライターの方から取って充電することができます。はい、そして今回ですね、 100V のこちらのインバーターの方ですね、入手いたしましたので開封していきます。よいしょ、こういう形のものですね。これをどうするかというと、こちらにですね、ドッキングさせます。そうするとここにコンセントがついてまして、 100V ですね、させるところがついてまして、このポータブルバッテリーで 100V の家電とかが使えるようになります。で、これ裏にですね、これがこういうものがあるので、これを起こしてもらって、これを差し込みます。よいしょ。で、ここですね、こういうコインとかで締め込んでいきます。これで準備完了です。使うときはですね、ここにスイッチがありますので、これをオンにしていただくということになります。そうするとここに 100V が刺さりますので、ここにコンセントを挿していきます。はい、それではね、早速、この AC アダプターをつけたんで、ここに 100V のコンセントを挿してですね、家電をちょっと使ってみたいと思います。暑いからね、キャンプね、キャンプ暑いから、やっぱりね、一番最強アイテムはこれからの時期、はい、夏は扇風機ですこの扇風機があるとないじゃね、全然違います。でね、あのキャンプの時に一番最強だと思ったのは扇風機もそうなんですけど、もう個人的に涼しくなりたい時はやっぱりスポットで当たるね、サーキュレーターです個人的にどういうこと？これね、個人的に涼しくなりたい場合は最強、個人的、要は夫婦キャンプで行ったんだけど、夫婦キャンプで行った時ね、サーキュレーターと扇風機持ってったんだけど、扇風機は2人でこう当たるじゃん、もう涼しくない時もあるわけだよね。サーキュレーター最強で、まっすぐだからスポットみたいな、スポットだから、ホントで、ほら、まあ、冬は冬で、車中泊で、電気毛布とか使えるから、ね、いや最強ですよこれ、本当だよね。それではじゃあ早速持ってきます。はい、はい、じゃあこっち扇風機がありますんでねはい、この扇風機回るかどうかテストしたいと思います。それではこれをまずオンにして、
コンセントをオン。いきます。じゃあジャックからいくか。おー、回った。首も回る。回ってるし。チュー。おー、いけるいける。おー、うわ、思いっきり回ってます。今日。おー、いいじゃない。めちゃめちゃ回ってるよ。回る、ちゃんと回る。すごい。めちゃめちゃ回ってます、うん、いや、これはね、めちゃめちゃ便利ですよ、本当に、うん、何が使えるって、100ボルト使えるのがいい。だからこれ別売りだけど、これとこれはセットで買うことをお勧めしますね、うん、やっぱ100ボルトを使えるっていうのが最強、うん、本当だよね、キャンプ行ったりしたら、うん、災害の時とかもでもそうだよね、いや、すごいよ。これコンセント超便利。すごくない？すごいと思う。いや、すごいよ。100ボルトが使えるのすごいし、うん、前回5000ミリアンペアワーで半分だったら、今回1万500でしょ、うん、とてつもない大容量だよね、これ。本当超便利で。本当だね、うん、まあね、超大好きアイテムです、はっきり言って、はい、何が大好きアイテムかっていうと、まず安心。パパってね、うん、なんか安心が好きなんだよ、うん、何でも。本当だよ、ね、何でも安心が好き、まあ、日本人って保険とか保証が好きだって言うけど、全く典型的な日本人でさ、保険と保証が好きで、まあ、保険と保証ではないんだけれども、まあ、災害時に備えてとかっていうと、まあ、まあ保険保証の部分だよね、そういう部分では。でこれだけあれば、普通のあのモバイルバッテリー1個持ってたら携帯なんか1回分で終わっちゃったりとか、そうだよね、2500から3000ぐらいがね、でしょ、大体だから、そうでしょ、うん、それから10万500でしょ。やばっ、10万ってどんだけの桁だよって感じ。相当だね。だよね、うん、まあとにかくね、そういう安心という部分、災害に備えてっていう部分でもこれは必要だと思います。私千葉県に住んでるんですけど、千葉県最近地震が多くてね、まあ、千葉県に限らずなんだけれども、うん、日本はね、うん、そういう地震大国って言われてるところがあるんで、うん、まあ、万が一に備えてね、まあ、一番災害でさ、最初に来るのってさ、電気が止まったりするじゃない。水道も止まるんだけど、まずなんか知んないけど電気が止まるんだよ。放送どうにもならない、うん、ね。だからやっぱ情報を得るにも今スマホだったりだとか、そういう部分があるから、やっぱりスマホが充電されたりとか、あと別売りでね、なんだっけ、パパソーラーパネルも持ってるのよ。ソーラーパネルなんかも、まあ、充電には時間かかるんだろうけれども、あったりすると最強ですよね、うん、皆様も一つ万が一のため、そしてキャンプや車中泊を楽しまれる方は便利アイテムとしていかがでしょうか。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけましたら、グッドボタンでコメント、チャンネル登録の方をお願いいたします。アウトドアファミリー、インスタグラムとサブチャンネルやっております。下の概要欄にリンク貼ってありますので見てください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。